三菱 4J1 型エンジンは三菱自動車工業が開発し三菱自動車工業及び中華技社が製造する直列4気筒エンジンの形式燃費と環境技術のさらなる向上軽量化を目的に開発当初は日本国内市場における4バイト1型エンジンの後継として開発されていたマイベック機構はバルブリフト量 改弁期間、改弁タイミングを、単一の機構で、機械的に連動する構造に変更したことで、再一シー化が可能になり、フリクションロスと、部品点数を削減した結果、既存の4バイト1型に対して低重心、軽量、コンパクトなエンジンになっている。スパークプラグは、イリジウムプラグ標準装着であり従来、同力等数と同じ数で点火させるため整備上、 他社のエンジンと変わることはない。なお、バルブの開閉タイミングとリフト量の両方が、可変可能なタイプは、再一シーの量産エンジンとしては初で、エンジン内部の摩擦損失を減らすためにピストン、コンロッドクランクシャフトも一新している。このエンジンの製造に関しては当初、滋賀県湖南市にある、パワートレイン製作所滋賀工場で行われていたが、後に、 台湾の中華技車でも製造が開始された。なお、このエンジンは登場当初は日本国内市場専用のエンジンとなっていたが、2017年2月に発表、発売された台湾市場向け専用車種のグランドランサー、および2019年モデル以降の欧州市場向け車種の ASX にも順次搭載された。スペックを見ればわかるように、 ボアよりもストロークが短いショートストロークエンジンである。ベースとなった4バイト0と比べると圧縮比が若干異なる以外はカタログ上の出力に変化はないが燃費面などは向上している。日本では2011年10月20日にマイナーチェンジしたギャランフォルティスと RVR に搭載され、台湾では2017年2月に発売されたグランドランサーに搭載された。 スペックを見ればわかるように、ボアとストロークの長さが同じスクエアストロークエンジンである。ベースとなった4バイト11と比べると圧縮比が若干異なる以外は燃費面などは向上している。日本では2011年12月22日にマイナーチェンジしたデリカ D5 に初搭載された。2代目アウトランダーや2019年モデル以降の ASX にも搭載される。スペックを見ればわかるように、ボアよりもストロークが長いロングストロークエンジンである。前身の4バイト12と比べると圧縮比が若干異なる以外は、カタログ上の出力にほとんど変化はないが、燃費面などは向上している。日本では2012年10月25日にフルモデルチェンジしたアウトランダーに初搭載された。 三菱 RVR 改良、新アイドルストップ AS&G、チューニングに苦労あり、カービュー2011年11月25日。ありがとうございます。